東方横キッズの殺害事件について深掘りして話していきたいと思います。はい、今回の事件起こした起こしてないとかではなくて、もっと根本的な問題があると思うんですね。でその時自分生きてる価値ないなとかすごい思っちゃった時期とかあって、今回はニュースでも話題になっている東方横キッズの殺害事件について、深掘りして話していきたいと思います。はい、今回はですね、ハルト君をお呼びしました。はい、よろしくお願いします。お願いします。歌舞伎町歴がね、ハルト君もやっぱ長いと思うので、今回ね、はい、いろんなことを知ってると思うのでお呼びしました。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらの動画はですね、歌舞伎町のリアルをですね、多くの人の皆様に見ていただき、東方横に行きたいと思っている未成年の方に対して注意喚起として流していきたいと思っている動画です。なので、まあ、できるだけ多くの人に見ていただきたいということで、こういうなんていうか過激的なサムネイルになってしまったことを深くお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。先ほどもですね言った通り、たくさんの方に見てもらいたいと思っているので、ぜひ高評価をしていただき最後まで見ていただけたらと思います。ということで早速本題に入っていきたいんですけれども、今回の事件は東方横キッズが起こしたと言われているもので、はい、結構ニュースとかでも取り上げられまして、はい、でその中で、まあ、私と、まあ、カメラマンさんとゆうたさんと一緒にですね、いろんなことを調べたんですよ。お、調べたんだ。はい、その中で私たち個人的に聞いた話とかも含めて話していきたいと思うんですけれども、まず東方横キッズとは何ぞや、まあ、東方横キッズって何ですかって皆さん言われると思うんですけれども、東方シネマズっていうのが歌舞伎町にありまして、そのなんか横にいる子たちのことを東横キッズって言うんですけれども、はい、2018年頃からツイッターに自撮り界隈っていうものが存在しました。はい、そのネットの中の界隈っていうので知り合った人らのことを待ち合わせ場所に使ったのが東方前で、まあ、それが成り立ちだと。そしてまあこの東方横に集まることがきっかけに様々な犯罪に巻き込まれてしまうと、未成年の子たちが、うんうん、今回なんかテレビで報道されていた事件について説明させていただきたいと思います。はい、事件は11月27日、はい、午後2時過ぎのことですね。はい、新宿区役所通りにある星座館ビルの屋上で起きた事件です。数人から殴られている男性がいると、近くのビルから目撃した女性により110番通報が入りました。警察官が現場に駆けつけると、職業住所不定の氏家明さんが、意識不明の状態で倒れていたと。刺し傷はなかったものの、その後病院に運ばれ午後4時過ぎ死亡が確認され、関係者4名が逮捕されているとのことです。今ね説明したこちらの事件について、東横キッズと呼ばれる方々たちにインタビューしてきたので、こちらの動画をご覧ください。内容知ってます？例えばその事件がホームレスの人いたじゃん、どうして殴られたとか。だから酒入ったので昼までリンチ。はい、が明らし原因で揉めました。はい、でも和解したんだ。和解してその業者和解して、原因が明らしだったの。原因を作った明らしをその業者で詰める。でもそれはしょうがないっていうか、それ明らしが悪かったみたいな。いやてか未成年から止められないでしょ。てかもう未成年は絶対無理だ。やってる方も未成年だった。捕まった人たちは未成年じゃない人もいました。ちなみに、まあ、ちょっと話変わるんですけど、未成年の子たち多いじゃないですか。家帰ってない子たちも多いのかなと思ってて、想像になるんですけど、お金ってやっぱ ないじゃないですか、未成年。銀行銀行は爆発でした。案件。案件くんの？クリストで、なんかピーカツ、今日死んでたりしますかってピーカツをみんなやってるピーカツ。ワクワクとか？あ、そう。それで稼いだお金で、そのホテルとかで寝泊まりしてる。とかさ、このおじさんなんかやれそうだからとか仕事とかも登録で来られるの？いや、あの、外から再開するのは、出ないから、外界隈の中で男から再開するのがいたら、たち怒って、住んでたりとか。女の子同士はあるんだ。あ、じゃあ、東横キッズっていうのは、がまとめてるの？おいちゃんたちに言ったって言ったって言った。いや、危ないって言っても、出てっても、
くとこないから、そうなると我々一人で 何かできるかって言ったら、うん、できないから。深いよね、結構闇が深い。渋谷行こうかなって。渋谷もそういう界隈がある。あるってあるけど、もうなんか歌舞伎怖い、いや、なんだ、つまんない、なんか先生もう全然いなくなったのって言ってる。捕まる。誰が捕まる。私。なんで。アヒラシの。だから前に詰められた、ボコボコにされたやつに警察署いるから。あ、そう。先生が入ったら。あ、なんで。いろいろ。警察と繋がってる人が広場にいて、今通販されてるから来ない方がいいよみたいな言われたの。昨日言われて、もう行かないみたいなことで通知されて。来ない方がいいって言っても、どこも行くところがないからってことでしょ。今見ていただいたインタビューなんですけれども、実際にはね、あの8名ぐらいの方にご声をかけさせていただいて、で今回撮らせていただいたものはこちらなので、こちらの方を流させていただきました。ご協力いただいた方ありがとうございます。あのニュースではトー横キッズが起こしたって言われてるけど、うん、実際問題はトー横キッズじゃなくてトー横キッズの周りが起こした事件っていうことで認識間違ってそう、なんかそのこのトー横キッズがやったってこうニュースとかで流れてるんですけど、関わってるわ、うん、関わってるし、相手のことも知ってる、なんかどっちも知ってるみたいな、結構なんか被害者も加害者の人のこともどっちも知ってるけれども、それに関わったっていうことはない、それをやれとか言った、あ、そう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 っていうわけではない、トー横キッズはそういうわけではない、そう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 、はい、確かになんかその事件を知ってたかもしれないけど、うん、そうなるって、うん、そいつを今からボコボコに行くぞしに行くぞって知ってたかもしれないという結論は、うん、けどその未成年の子たちがそれを止めれるわけないよね、うん、絶対ないね、怖いもんだって、うん、怖い、うん、巻き込まれたらどうしよう、じゃあ止めたら私たちに来たらどうしようってなるからさ、うん、で東横キッズをかばってるわけではないけども、うん、東横キッズの子たちが止めれるわけがないよね、うん、絶対ね。今回の事件こんな感じなんですけれども、東横キッズの何が問題かっていうのは、うん、今回の事件起こした起こしてないとかではなくて、もっと根本的な問題があると思うんですね、うん、結構家庭内環境が複雑だったりとか、うん、育児放棄、虐待、うん、まあ、学校でのいじめ、うん、もう居場所がないが家にいたくないとか、うん、そういった理由の子たちが、まあ、同じ境遇の子たちにここに徒歩横に行ったら会えるっていうのがたまり場になってたきっかけというか、うん、俺あの今もう指名もらってないんだけど、うん、元東横界隈の子から、うん、東横界隈上がったっていう動画の子から指名もらったことがあるんだけど、東横界隈どうだったのって聞いたら、やっぱ結構その犯罪チックで、ドン・キーホーテでお酒盗んだり、あのブランド品のさ、うん、鍵をたまたま開いてて、そっからブランド品ブワーッと出して逃げたりとか、したりをしてたとは聞いたし、うん、プラスアルファお金を財布の中に入れて、うん、東方界隈と遊んでるとなくなる、財布の金がなくなる、仲間内内でお金がみんなないからその取るっていうのは聞いた。だから私はもうガキだし、その界隈のガキだし、お金も取られるし、犯罪に巻き込まれるから私はトー横上がったんだよねっていう子から指名もらったから。でもこれってさ、解決できるのって結構難しい問題じゃない？難しい。てかそのトー横があることによって救われてる子も絶対いるから、あの虐待とか居場所がないってさ、人間で中で一番辛い、うん、しんどいさ、うん、状況だからさ、その中で居場所を求めるっていうのは当たり前のことでさ、うん、結局なんか私もやっぱりその昔自分がこう家庭内環境が悪くて、うん、一番彼女たちに近かったから、うん、話聞いてて分かるし、うん、気持ちは分かるけれども、うん、やっぱり犯罪って良くないと思うし、うん、なんだろう、解決策って言ったらもう本当にそこの親御さんたちが変わるしかないのね。あ、そうね、親御さんたちが愛を持って子供たちに接することしかできないわけでさ、まあ、でも今回のことで分かってほしくて、子供は親を選べない、なんか生まれてこなくてよかったとか言われたことあるし、あんたがいるせいで私の人生終わったとか言われたことある、おばさん、うん、親か、おばさんね、なんか押し付けられた、まあ、育ててくれた、そうで、その時自分生きてる価値ないなとかすごい思っちゃった時期とかあって、うん、でも私は自分から行動を起こしたの、うん、介護の仕事にあれしたりとか、その浅草とかでもんじゃ屋さんが寮がついてるから、うん、そういうとこを見つけたりとかして、うん、すごいなんていうの、理解力がある人を探した、自分なりにね、うん、
その今回のことでみんなに伝えたいことは、うん、私でさえもう、うん、なんか家出してね、うん、まともな環境、自分を受け入れてくれる環境が見つけられたから、うん、みんな家出して生きてさ、うん、そういうさなんか勇気とか、うん、そういうなんかあるわけじゃん、行動力みたいなの、うん、だからそういうのをまともな環境を見つけてほしいことが一つ、うん、そしてやっぱりね、犯罪とかは後で後悔することになると思うから、それをちょっとやめてほしいのも一つ、うん、で、知らない土地に行ってさ、こうやって喋ったりするってコミュニケーション能力じゃん、うん、そうやって仲良くなったりするのもコミュニケーション能力だ、うん、それがあるんだったらきっとあなたたちが大丈夫だから、うん、なんかそういう環境を見つけてそういう仕事に就いてほしい、本当に。俺たちはさ、YouTube やったり、うん、ホストやったりバーやってたりするわけじゃん、うんうん、そういうキッズの入れる場所になれるようにしたいよね、うん、例えばさ、新宿歌舞伎町のさ、うん、アイラブ歌舞伎町の前にあるさ、カラカンの下の駆け込み餃子とかなんてさ、餃子屋さん、わかる、わかる、めっちゃ食べに行くでしょ。あそこで確か刑務所から出てきた人たちを雇うようにしたんだよ。え、そうなの。そう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 、確かね。だからそういう場所も、うん、じゃあ俺たちが作っていきたいよね、社会復帰させる、うん、例えばじゃあ16歳以上のこういうホーキッズがいたら、その子たちを諭して、じゃあうちが働きなよって言って、お店を出してあげて、頑張って働かして自分のお金で稼いだもので、お金を渡して遊ぶっていうのを、どんどんその駆け込み餃子さんみたいに作っていきたいよね。いや、めちゃめちゃ作りたいね、ハルト君と二人で。そう、作ろうやじゃん夢が一個できたね。ゆうたさん巻き込んで、巻き込んでねそしたらさ、トイゴキッズみたいに寂しさを埋めるために、うん、その悪いところに行っちゃうことが減るんじゃない、うん、お前らは一人じゃないんだぞと、社会に必要な人間なんだぞって、うん、俺たちの手必要な人間なんだぞっていうのを分からせてあげる、うん、理解させてあげる、求めてあげる、うん、だからまだその自分ができるような立ち位置じゃないからさ、うん、これからなんかいろんなことがあって、この1年、来年でね、全部返して、そういうことをちょっとオーナーとかにやりたいって言ってみて、オーナーがどういうか分かんないけど、自分の金でやりたいって言って、そういう子たちの助けになった時は協力してください。しますじゃあそのために YouTube 15万人だね、とりあえずね。多分これを見た人っていろいろ考えると思う、うん、でもまあ他人の心配すんなとか思うかもしれないけど、心配させてほしい、なんか未成年の子たちに対して。だから今回の注意喚起って言ったかもしれないけども、未成年の子たちには今その辛いかもしれないけれども、君たちはやっぱりまだ若いし、パワフルあるし、なんか行動力あるから、そのちゃんとしたこうなんか自分の居場所をこう見つけてほしい、本当に。周りの環境に流されずに打ち勝つ力は絶対あると思うから、歌舞伎町だとやっぱり悪い大人たちが多いから、本当にやめた方がいいっていうのをこの動画で伝えたかったことと、東横キッズって呼ばれる子たちが本当はこういう思いを持ったりとか何なのかっていうのを皆さんに知ってほしかったから、この動画を作りました。今回、まあ、いろんなコメントが来ると思うんですけれども、一個一個真摯に受け止めて、これから皆さんと一緒に東横キッズや周りの居場所のない子たちのことを考えていきたいと思います。未成年のみんなもこういったことが本当に歌舞伎町で起きているリアルなので、それを心に込めて歌舞伎町に来ないでください。嘘を嘘って見抜けるぐらいまでね、なったらね、うん、まだ君たちにはちょっと早いです、うん、ということでね、今回なんかちょっとこうしんみりした動画になって、いつもよりちょっと違うなとか、今回このサムネとかでこうあれだなと思ったんですけども、最後に見てくださった方ありがとうございました。ハルト君もありがとう、ありがとうございました。はい、ということでこれがですね、今の歌舞伎町のリアルな状況でした。これからも歌舞伎町のいろんなことをお伝えしていきたいと思っていますので、もしよかったらこれからぜひ動画見てください。それじゃあまた見てね、バイバイ、バイバイ。可愛が結構な今日着てて、その中でも一番可愛いなと思ったから写真的にもこれはよくないじゃん。え、行く？じゃあ、行くから。正直、あの人忘れていいよ。これだけ覚えてるから。めっちゃ手綺麗。変えたばっかりなの。あ、そうなの。どれくらい？何が？指の長さ。はい、捕まえた。捕まった。